ぐるっと回って一の海に行けそうなのでぐるっと回ってきてます。だいぶ暗くなってきてますので頑張っていかないと日暮れになっちゃいますね。最近は5時ぐらいになると暗くなっちゃう。バイトがあるんでね、一応徳山までは行けるんですけどね、やたらと大変ですね。途中でお茶を買わないとちょっとお茶買うの。夏場はもうソフトクリームコースですね。こちらが3度目ですね。3なので、まあ、あと2つあるということで。ちょっとなんか車の駐輪会で来ようなんていうまあやめた方がいいと思いますね。ちょっと大変ですね。の神社ですね。社殿というよりはあれですね、あの石というなんかをかたどったものをずっとですね。全部ちょっと通りきれないんで、バッテリーの都合上で全部取りません。なんとか、行けるとこまでは行ってみたいと。踏み外しました。暗いんで危ないですね。ボーンってなってるんで多分5時ぐらいだと思います。でも鳥居がこの一番でっかいの130万円っていうのがちょっとびっくりですね。もうちょっと安いかなと思ったんですけど。
すごいですね。でもこれ建設するだけでも少しね、建設っていうか神社を作るだけでも少しね、鳥居をどうやって運んできてんだってそういう微妙な疑問もあるんですけど、でもこれ茶店がところどころにないと辛いですね。まだまだ上ですからね、右の三の峰にまでは行ってないんで、三の峰にまでしか行ってないんで、よくしょ太ってまたぐるりと行ってで、ね、上の本殿だけ、ね、行った人は4時頃来たら下のとこしか行けないですね。3時ちょっと過ぎだったんでまだ行けそうですけど、今回3連休で、一番困難な登山になりそうな気がします。海外の人の方はね、頑張って上行くんですよ。日本の方はね、やめちゃうんですよ。じゃあね、街灯があるんで一応ありがたいですね。二の辻ですね、中野さんっていう、もう一つ上が全体がちょっと無理なのね。もう一つ上、もう一つ上からね、もう一つ上頑張っていきたいと思います。上まで行けば下るだけいいんですけど、本当はね全部取ってあげたいんですけど、ちょっとね暗くなる前に上まで行きたいので